皆さん、おはようございます。マーティン、ダーメルクロですキー先生の子育てもある場所なのにどんどん行きます。はい。ルール決まり、言葉で伝えちゃダメです。まず練習が一番です。何度でも練習すればいいんです。静かにしてって言ったでしょうが怖いです。うん、静かにできてね、素敵よ。褒めるのが一番。はい。どうしてそんなことをするの弟に優しくしなきゃダメでしょうはダメです。わやまちゃん、お手て見せて、わー、大きくなったね。は成長ですよね、成長。はい。期待できるんです、効果で。はい。起きてと叫んじゃダメです。 抱きしめて起こすのが一番いいです。ぎゅっと。言葉で褒めちゃダメです。子供をじーっと見る時間を作るですね。はい。起きてみたいや言葉で褒めるやはやはり昭和です。全部昭和。はい。今日どうだったはダメです。今日鬼にごこをしたいって言ったけどできた？うんな。違う。まあある程度褒めるんですね。はい。すぐ間違いをして修正しちゃダメです。 子供が自分で間違いを気づく手助けをするのが一番です。どういうのか、はい。行動でなく子供自身を否定したためです。間違っても失敗しても、どんなことでも大好きが、一番いい環境をれでて言い訳しなくて済むんです。はい、以上です。バイバイ。